ジャン・クリストフ、ロマンドラン。前回の続きからです。彼は狼狽して帰ってきながら全てを秘密にした。誰もまだそれに気づかなかった。彼は数日間の余裕を得ようと努めた。そして例の癒しがたい楽天主義のあまり、損失全部を出なくても、せめて預金者らへかける損失だけは回復の方法を見出せるだろうと無理にも思い込んだ。そしていろいろの方法を講じてみたが、あまりヘマに急いだためになお成功の機会があったとしても、それをも失ってしまった。方々へ借財を申し込んだが、皆断られた。焼け気味に残りのわずかな財産を投げ出して投機を試みたが、そのために万事窮してしまった。それ以来彼の性格は一変した。何事も口には出さなかった。しかし苛立ちやすく、気荒で冷酷で、ひどく陰鬱になった。他人と一緒の時にはやはりまだ快活を装っていた。しかし不安な様子は誰の目にもついた。人々はそれを彼の健康上のせいにした。けれど彼は家族の者らに対してはそれほど自分を抑えなかった。何か重大なことを心に隠しているのがすぐに彼らの目に留まった。平素の彼とは全く違っていた。ともすると部屋の中に駆け込んで、戸棚の中をかき回しながら、ある限りの書類をごちゃごちゃに床の上に放り出し、あるいは何も見つからないので、あるいは誰かが手伝おうとするので、狂人のようにたけり立った。次にはその乱雑の中にぼんやりしてしまった。何を探しているのかと尋ねられても、自分でもそれがわからなくなっていた。もう家族の者らをも念頭にしていないらしかった。かと思うと目に涙を浮かべて彼らを抱擁した。もう夜も眠らなかった。もう食事も取らなかった。ジャンナン夫人は破滅の迫っていることをよく見て取っていた。しかし夫の授業に少しも関与したことがなかったので、何にも理解できなかった。彼女は尋ねてみた。彼はそれを手荒く退けた。彼女は自尊心を害せられて、その上強いては尋ねなかった。しかしなぜとはなしにおののいていた。子供たちは危難に気づくことができなかった。もちろんアントーネットは霊里だったから、母と同じくある不幸を予感せずにはいなかった。しかし彼女は思い出した恋愛の楽しさに浸っていた。心配な事柄を考えたくはなかった。彼女は思い込んでいた。暗雲は自然と消えてしまうだろうと。あるいはどうしてもそれを見なければならなくなるまでにはまだかなり間があるだろうと。不幸な銀行家の魂の中に起こっていることを、おそらく最も理解しやすかったものは小さなオリビエであった。彼は父が苦しんでいるのを感じていた。そして父と共に内々苦しんでいた。しかし思い切って何とも言えなかった。元より何にもできはしなかったし、何にも知りはしなかった。その上彼もまた悲しい事柄から考えをそらしていて、それを見落としがちだった。母や姉と同様に彼も一つの迷信的傾向を持っていて、不幸は見たがらなければ多分来るものではないと信じがちだった。この哀れな人たちは脅かされていることを感じながらも好んでダチョウの真似をしていた。石の後ろに頭だけを隠して向こうからこちらの姿を見られていないことと想像していた。不
不安な噂が広まりかけていた。銀行の信用がダメになったと言われていた。銀行家はその預金者らに対していかに保証を装ってもダメだった。猜疑心の深い預金者らは金の返金を求めてきた。ジャンナン氏は自分の没落を感じた。彼はやけになって弁解をしながら憤慨を装ってみたり、公然とにがりきって人々から信用されない不満を訴えたりした。果ては古くからの預金者と喧嘩までした。そのために悪評は一般の信ずるところとなってしまった。預金返還の要求が復活してきた。彼はその要求に追い詰められて全く途方に暮れた。ちょっと旅行をして近くの温泉町へ行き、銀行に残っている札束を賭博にかけ、たちまちのうちにすっかり失ってまた戻ってきた。その不意の旅行は小さな町中を混乱させた。彼は逃亡したのだという噂まであった。ジャンナン夫人は人々の興奮した不安に対抗するのが容易でなかった。もう少し待ってくれるようにと懇願し、夫はきっと帰ってくるに違いないと言った。人々はそれを信じたがりながらもほとんど信ずることができなかった。それで彼が帰ってきたのを知ると、みなほっと胸をなでおろした。多くの者は無駄な心配をしたのだと思いがちだった。ジャンナン家の人たちはごく機敏だから、たとえ砂鉄をしたにせよ、それを切り抜けてよけるに違いないと人々は思いがちだった。銀行家の態度もそういう印象を強めた。もはや最後の手段きり残っていないことが明らかな今となっては、彼は疲れているようであったが、しかしごく冷静だった。汽車から降りて駅前の並木道で、彼は数人の友人に出会いながら、数週間雨を得ないでいる田舎のことや、素敵なブドウの出来栄えのことや、その日の夕刊に載っている内閣瓦解のことなどを平然と話していた。家に帰っても彼は夫人の心痛などを気にしていない風だった。夫人は彼のそばに駆け寄り、不在中の出来事をごっちゃに早口で話して聞かした。彼女は彼の顔つきからどういう気なんか知らないが、それを彼がうまく回避し得たかどうかをしきりに読み取ろうと努めていた。それでも高慢のために何にも尋ねはしなかった。向こうから話し出されるのを待っていた。しかし彼は彼ら二人を苦しめている事柄については一言も言わなかった。彼女が自分の心を打ち明けて彼の内密な相談に預かりたがっているのをそれとなく避けてしまった。暑さのことや疲労のことなどを言ってひどく頭痛がするとこぼした。そしてミナはいつもの通り食卓に着いた。彼は物憂げに考え込んで額にシワを寄せながらあまり話をしなかった。卓譜の上を指先で叩いていた。ミナから見守られているのを知って無理に食べようとし、沈黙のために気遅れがしている子供たちをぼんやりした遠い目つきで眺めていた。夫人は自負心を傷つけられて固くなりながら彼の顔を見ないでその挙動をいちいち伺っていた。食事の終わる頃、彼はようやく我に返ったらしかった。アントワネットやオリビエと話をしようとした。自分の旅行中、二人は何をしていたかと尋ねた。しかし彼らの答えに耳を貸しはしないで、ただその声の響きだけを聞いていた。そして彼らの上に目を据えてはいたけれど、瞳は他に向いていた。オリビエはそれを感じた。他愛ない話の中途で口をつぐんで、言い続ける気がしなかった。しかしアントワネットの方は、ちょっと気まずい思いをした後に、
快活な気分の方が強くなった。愉快なカササギのようにしゃべりながら、父の手に自分の手を重ねたり、父の腕に触ったりして話していることをよく聞かせようとした。ジャンナン氏は黙っていた。アントーネットからオリビエの方へ目を移した。その額のシワはますます深くなった。娘が話している最中に彼はもう耐えかねて、食卓から立ち上がり、感動を隠すために窓の方へ行った。子供たちはナプキンを畳んで同じく立ち上がった。ジャンナン夫人は彼らを庭へ遊ばせにやった。彼らが金切り声を立てて小道で追っかけ合っているのが間もなく聞こえてきた。ジャンナン夫人は夫を眺めた。夫はその方へ背中を向けていた。彼女は何か片付ける風で食卓を回った。そして突然彼女は彼に近寄って、召使いどもに聞かればすまいかという懸念から、また自分自身の心痛のあまりに声を潜めていった。あなた、どうなすったんです。どうかなすったのでしょう。何か隠していらっしゃるのでしょう。災難でも起こりましたか。苦しいことでも終わりですか。しかし彼はその時もなお彼女を避けて、苛立たしげに肩をそびやかし、きつい調子で言った。いや、そんなことはないんだ。構わないでおくれ。彼女はむっとして遠のいた。どんなことが夫に起ころうと、もう気をもんでやるものかと、盲目な憤りのうちに自ら去った。ジャンナン氏は庭へ降りていった。アントワネットはいたずらをし続けて、弟をいじめてはかけさしていた。しかし弟はもう遊びたくないと突然言い出した。そして父から数離れたところで、テラスの障壁に寄りかかった。アントーネットはなお彼をからかおうとした。しかし彼は口を尖らしながらそれを押しのけた。すると彼女は何か悪口を言った。そしてもう面白いことがなくなったので、家に入ってピアノの前に座った。ジャンナン氏とオリビエと二人きりになった。坊や、どうしたんだい。なぜもう遊ぼうとしないの。と父は優しく尋ねた。くたびれちゃったの、お父さん。そう、では二人でちょっと腰をかけようよ。彼らは腰掛けに座った。九月の美しい夜だった。空は澄み切って薄暗かった。ペチュニアの甘酸っぱい香りがテラスの柿の下に眠っている暗い運河のしらけたやや腐れっぽい匂いに混じっていた。夕べの蝶が金色の大きな天下が小さな糸車のような羽音を立てて羽の周りを飛んでいた。運河の向こう側の家の戸の前に座っている人々の静かな声が静けさのうちに響いていた。家の中ではアントワネットが装飾用のイタリー叙情歌をピアノで弾いていた。ジャンナン氏はオリビエの手を取っていた。彼はタバコをふかした。オリビエは次第に父の顔立ちをぼやけさしてゆく暗がりの中にパイプの小さな火を見守った。その日は急に明るくなり、パッと吐かれる煙のために消え、また明るくなり、しまいにすっかり消えてしまった。